選手成績に影響を必死の新導入ルールー守備のシフト制限は大谷翔平らに朗報の可能性新たに導入が決まったルールが来季の選手の成績や今オフの戦力補強にも影響を及ぼすだろうと言われている11月上旬に行われた GM 会議でも球団の編成トップらの間でその話題が持ちきりだったという MLB は来季から守備シフト制限 投球時間制限のピッチタイマーの導入、牽制の制限、ベースの大型化を導入する。例えば、シフト制限は、投手が投球モーションに入るために、プレートに足を乗せてから、内野手4人は内外野の境界線の内側に立つこと。二類ベースを境に左右2人ずつポジションを取ること。 守備能力の高い選手を最も打球が飛びそうな位置に変えるなどの場所のスイッチは禁止となる。これら新ルールが選手のプレイやパフォーマンスにどれほどの影響が出るか。各球団のフロントは現在、急ピッチでデータを収集し、分析、調査をしている最中だというアストロズのジェームズ・クリックマイ GM は、 退任が発表される前に GM 会議の場でこう話していた。多くのチームはルールの範囲内でできる限りのシフトを敷くのではないだろうか。遊撃手か二塁手がギリギリ二塁ベースの後ろに立つことはある。ただ、内野手はこれまでよりも打球から離れたポジションにいるだろうから。身体能力の高い選手が好まれる特に内野手に関しては、シフトによって守備指標の数字が向上していたという場合もあり、 選手獲得には守備のデータを詳細に見なければ当てが外れるというケースも出てくる。不透明な部分が多ければその分、選手獲得には慎重になる。レイズのピーター・ベンディックス GM もマイナーではすでに実験し結果が出ているが、それがメジャーに当てはまるかはわからない。メジャーはまた別だ。実際に導入してみないとどうなるか。私も素人レベルの予想しかできないと話していた。 米スポーツメディア、ジアスレチックは、左打ち打者がシフトに阻まれるケースが多かったため、シフト制限によって左打者の株が上がる可能性があり、俊足の選手が攻撃でより貴重な存在になると指摘していた打者に関しては、打席の85%以上でシフトを敷かれた選手は、今季約45人おり、エンゼルス大谷翔平投手28もその一人で、 シフトが88.3%と高い比率で敷かれていた。このためデータ上では来季は打者としての成績が向上することが期待できる。オリックスからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す吉田正直外野手29やブルージェイズのマイナー契約から FA となった筒子吉友外野手31も契約交渉では左打ちがプラスになるかもしれない。三次幸子 日刊スポーツコム MLB コラム三木幸子の MLB なう日本ハム矢沢博史太志ら新入団選手が新球場見学ダルビッシュ大谷翔平の壁画バックに記念撮影日本ハムの新入団選手が27日来季から本拠地となる北海道北広島市の新球場エスコンフィールド北海道を見学したドラフト3位の全メッツ3位加藤豪勝る内野手 28を除く9人が家族らと共に球場を訪れ、一塁側ベンチやブルペン、ロッカーなどを見学した。左翼側に立つ他は11に描かれた元日本ハムでパドレスのダルビッシュ有投手36とエンゼルスの大谷翔平投手28の壁画をバックに記念撮影も行われた。同1位の日体大矢沢博史太志投手22は両投手の壁画を見て、 僕もファイターズを代表する選手になっていきたいと、抱負を語った。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。